藤間でございます。今日も仮想通貨ニュースを読み上げてから、ビットコイン、イーサリアム、ポルカドット、そしてリップルのチャートを分析をしていきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株などについて毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、今週もねメンバー向けのコラムを書こうと思ってますが、ちょっとまだね、どのネタにしようか迷ってるので、また決まったらお知らせします。はい、じゃあ今日も、ニュースを読み上げていきたいなと思います。まず金融市場全体についてですね、まず FOMC でテーパリングの加速が決まったということで、それが一番ね12月は大きなニュースだったと思います。コロナウイルスの感染拡大から、経済再開局面において、需要増から高止まりするインフレとかね、物価高への対策がいろいろ背景にあったということなんですけども、株ではねちょっとやっぱりね警戒感がかなり出てて、昨晩というか昨日のねニューヨーク市場ではダウ平均が前日比 1.5% 安ということで結構下がりましたということで、高値圏にあった株式市場のトレンド崩壊も危ぶまれているという状況で、国内日本の市場でも、新興市場の売りがかなり強くて個人投資家のドローダウンが顕著になっていると。松井証券の信用外評価損益率っていうのがマイナス 30% に達したということで、信用外評価損益率っていうのは 20% ぐらいを下回ってくると相場の底入れのシグナルとされるんですけど、それよりさらに下に行ってしまっているということで、金融資産の現金化を伴う追い証の回避売りに警戒する必要があるという感じですね。一気にガクンとね、損切りとかね、ロングの、ロスカットを巻き込んで暴落するような場面が株の中でもあるかもしれませんということです。ということで、結構金融市場はねちょっと厳しい状態になるんですね。でビットコインは、ずっとこう底値圏でね、下落トレンドをブレイクしようとしてるけどなかなかいかないっていう場面にあるんですね。で、今日もここでね、ちょっと、ツイッターを紹介しようと思ってるんですけど、ポジティブクリプトさん、フィリップ・スウィフトっていう人なんですけど、これ僕もね、リツイートしたんですけど、年移動平均線が今サポートになってるよねって、ビットコインがね。このオレンジのところが、1年移動平均線なんですね。1 year MA ね。それで今タッチしてるところなんですよね。で、ここ割ってくると、毎回ね、暴落相場っていうか、もうそのまま下落トレンドに1年ぐらいね、続いたりするので、ここ終わってくるとかなり怪しいんですけど、今なんとかサポートになってると。逆に言うと、こっから上がってくれば、結構上昇が期待できるんじゃないかなっていう、そういうまとめですね。ということで、ちょっとかなり厳しいね、市場であるんですけど、でも仮想通貨は、株式市場よりは落ちてないので、僕はね、やっぱり、2022年ね、バブル相場の最後のクライマックスの爆上げあるんじゃないかなと思ってます。記事自体はネガティブにしたいなと思います。で次が、メタバースの話ですけども、分散化価値ネットワークのトカユが、先日発表した独自メタバースプラットフォーム、メタシティっていうのがあるんですけど、これのランドセールを行うことを発表しましたと。ランドセールっていうのはバーチャルの土地を売るっていうことですね。でバーチャルの土地は上限が2000個ということで、プレセールでは1ラウンドあたり1バイナンスコイン、6万円で販売されると。購入した土地はカーソルを載せると所有者の名前やサイズや座標が表示される仕組みになっていて、ユーザー独自のバーチャル体験を味わえると。特にですね、第1弾はメタ東京といって、東京を再現したバーチャル土地の販売を行うということでした。またね、トカユトークンをステーキングすると、オアっていうね、NFT が報酬として手に入ると。で、オア NFT を活用すれば、ランドのアップグレードができるようになるということでした。トカユトークン、このね、メタバースが流行れば、トカユトークンとかね、オアの価格も上がりやすくなるので、ちょっとその辺注目してもいいかもしれませんね。でこの東京を、ね、ベースにした理由は、日本の首都東京なんですが、日本が誇るアニメやゲームなど二次元文化と現実世界が共存するっていうところと、
まあ、異なる生い立ちの人々が共存することがメタバースの精神に近いというところで、まあ、東京が採用されたと、いうことでした。ということで、まあね、面白い、記事だったなと思います。まあ、引き続きメタバースかなり盛り上がってますので、この記事はポジティブにしたいなと思います。じゃあ次、ポルカドットについてですね。ポルカドットが5つのパラチェーンが稼働開始しました。本格運用が始まりましたということで、パラチェーンオークションっていうのがね、何回か、段階分けてあるって話はしたと思うんですけど、このね枠をね勝ち取ったプロジェクトが5つあって、その1つがアスカーっていう日本のプロジェクトも含まれていますということです。で、これで一応ねポルカドットのその当初の目的、2016年にポルカドットできたんですけど、ポルカドット自体のその存在価値っていうのはね、やっとこう見出せたというか、意味を持たせることができたということになるわけですね。で今後もね、パラチェーンオークションっていうのがいくつかありますから、まあ、それにどういうプロジェクトが入るかっていうところもまあ注目なんですけど、まあ、価格の方はちょっとね、まあ、後でチャート分析しますが、なかなか厳しいものがありますので価格もね反映してほしいなと思うんですけど、もともとポルカドットがね、ホワイトペーパーで説明していたポルカドットのビジョンっていうのが、まあ、一応これで完全に達成したことを意味しますと。ネットワークのシャーディングされたマルチチェーン設計などポルカドットの中心的機能を、まあ、解説するものだったんですね、ホワイトペーパーっていうのが。で今後、まあ、どのように進化していくかっていうのは将来のアップグレードにおいて、オンチェーンガバナンスシステムを通じて承認していくと。あとは、ポルカドットのホルダーのコミュニティに委ねられていると。来年の春にね、また6つのパラチェーンを、まあ、追加する予定ということでした。はい、この記事はもちろん、ポジティブです。はい、じゃあね、今日もね、ビットコインからチャート分析していきたいなと思いますね。今日もね、ちょっと僕が、気になったツイートとかを、紹介していこうかなと思うんですけども、あとね、僕のツイッターね、昨日で、3万人ね、フォロワーが行きました。どうもありがとうございます。ということで。今回はクリプトシーザーっていう人のツイートなんですけども、まあ、よくあるね、耐水回帰バンドっていうね、あの縮尺をこうギューッとしたビットコインのチャート。これはビットコインが上場してからのチャートなんですけど、それで見るとトレンドベースのフィボナッチエクステンションの 0.786 ぐらいがまあ天井になってるんですね。その価格が今の価格で言うと14万ドルぐらい、1600万ぐらいだということで、それぐらいまでは上げてくるんじゃないかなということがこの人は言いたいということでした。まあ、最近のもこの耐水回帰バンドの中ではまあ低めのね値なんですけど、まあ、それぐらいの価格帯、1600万ぐらいから、まあ、2800万ぐらいまでは、まあ、僕は飛んでくんじゃないかなと思ってますので、まあ、ちょっと今ね、相場厳しいですけど、まあ、このままね、ちょっと信じて待とうかなと思ってます。はい、じゃあね、チャート分析いきますが、ビットコインね、やっぱりなかなかね、下落トレンド上抜けられないんですね。さっきも言ったように、株のね、金融市場の方が、まあ、かなり調子が悪くて、リスクオフムードなんですね。で株結構売られてますので、やっぱりビットコインもねちょっとなかなか上げにくい状態にあるんですよね。でまあこういう下落トレンドラインがずっとバチクソに効いてて、まあ、昨日もやっぱりねこう抜けられなかったんですよね。ということでまだこのままじわ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 ちょっと少しずつ落ちていくような相場なんですけど、何度も言うように下降ウェッジのセオリーは上抜けですから、そのうちね、なんかいいファンドとかがあったら、なんかイーロンマスクとかがなんかツイートしてくんないかな。ビットコインちょっと今の価格は安すぎると思うみたいなツイートしてくれないかな。なんかそういうのがあると、なんか急にね、跳ねてきたりとかして、一気にこうトレンド転換していくようなね、場面もあるかなと思ってます。で、RSI がね、今、ダイバージェンスを起こしてますので、結構、まあ、そろそろ上げそうには見えてますね。まあ、この辺ね、価格は下がってるけど、RSI は、上がっているということで、そろそろ、ま、転換するとは思ってるんですけど、もうちょっとかかるのかなっていう感じもしてます。はい、僕は引き続きね、バイビットで長期ロングしたままですね。じゃあ、イーサリアム
ね、イーサリアムも今日下げまして3800ドルですね。でこいつも同じくね、こういうウェッジで、下落トレンドが、まあ、ずっとこう押さえつけられている状態で、このままちょっとウェッジを、下に深掘っていく形になると思います。ただまあセオリーは上抜けなのでね、そのうち上抜けたら急に、ね、買いが入ってくるんじゃないかなと思ってます。僕は引き続きバイビットで長期ロングしてます。じゃあ今日久しぶりにね、さっきパラチアンオークションの話もしたポルカドットいきましょう。ポルカドットね、去年の冬ぐらいに2021年のおすすめコインとして挙げて、まあ僕はね10倍以上取れたんですね。確か3ドルぐらい抜けてから、爆上げしてきて、トレンドがこれね、ここ終わるまでずっと持ってたので、かなり爆撃だったわけなんですけども、今まあ良くはないですよね。ちょっとねこういう平行チャンネルを下に抜けてきたし、こういうね、サポートもまあ割っているということで、こうやって見たらなんか大きなダブルトップみたいになってるので、一旦このサポートまで10ドルまで落ちる可能性あると思います。今23ドルなんですけど、一旦ここまで落とすような場面もあるんじゃないかなと思って見てます。あとはかなり過去から引けるトレンドラインなんですけど、この辺のね、まだ価格がね数ドルだった時からこうやって浅く上昇トレンド引いたら、まあ、この辺で止まるのかなっていう感じもしてます。この辺ね、価格としては15ドルとかね、ただとりあえず今は、まあ、テクニカル上は完全にね下落トレンド真っ最中ですので、下に向かいと思います。だから今ちょっとポルカドットを買おうっていうのはちょっとやめた方がいいかなと思っています。はい、そんな感じですね。じゃあリップル行きましょう。リップルなんかね、今日ね日本時間の昼ぐらいにポンと跳ねたんですよね、 10% ぐらいね。だから結局ね、もういろいろちょっと僕もねネットで理由を探したんですけど見当たらないので、結局やっぱり下げましたね。一旦ね 0.9 ドルまで100円ぐらいまで上がったんですけど、今日ね、まあやっぱりヒゲが長く戻されています。だからまあちょっとなんか大口の買いだったのかなっていう感じですよね。でこのまま横してます。で、一応ただリップルは、下落トレンドはなんか一応上に抜けたっぽいので、短期のねこういう下落トレンドは上に抜けたっぽいので、一旦ちょっとこの移動平均線タッチのこの辺、1ドルぐらいとか、あとその上の三角持ち合いの上の、この辺ね、この辺ぐらいまで 1.15 ドルぐらいかな、130円ぐらいまで一旦上がってきそうには見えます。ただまあ地合いが今悪いので、仮想通貨全体のちょっとすぐ上がってくるって感じなので、やっぱりしばらくこう横横してそのうち上がってくる、地合いが良くなれば上がってくるって感じなので、まあ買っても現物買うのはいいと思うんですけど、ロングするっていう感じではないと思いますね。はい、そんな感じで今日もチャート分析してみました。今日の動画が役に立ったって方は、ぜひチャンネル登録と、チャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして、1月11日に僕のね、初めての著書が発売されますので、ぜひね、Amazon で予約してみてください。Amazon で予約した人限定で、藤原式2022年の仮想通貨戦略っていうね、とてもとても重要なコラムありますので、1650円かかって申し訳ないんですけど、仮想通貨投資やってる人は、ぜひね、Amazon でちょっと事前予約してください。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介してますので、ざっと見て持ってない取引所があったら登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、
本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨が購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。でしかも、バイナンスよりね手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人はシンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それが何度ねワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね5500円分の US ドルテザーが、もらえます。ぜひ登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。フジマナの YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、 Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。